やめろ。しばしの辛抱を言う。まさか右京は震えてる。不安なのです。あの右京と申す者、私には恐ろしくてなりません。本当の下手人はこの中にいるよ。直視を切ったのはお主だな。僕は頼みを聞いただけさ。国家に支配者は二人必要かな。不要にあらしゃる。だよね。楽にしてあげなくちゃ。もう一人の僕を。おやすみ。襲名ご披露の儀、ご尊願ご拝謁賜りたく、御願い奉ります。僕の願いは一つ、世の中を豊かにすることだ。仕事のない人には仕事を、食べ物のない人には食べ物を、それが天主の名をもらった僕の務めだよね。御天主様。鉄斎にそう呼ばれるとなんだか恥ずかしいね。恐れ入ります。先ほど祈祷したノンセリシュ頭目就任の挨拶にお目通り願いたいと。ノブセリ。拙者、小早川頼母と申します。かような姿ゆえ、このようなご挨拶をお許しを。無礼だね。僕は機械の侍が嫌いだ。新しい御天主様は農民の暮らしをご存知だとか。そうだよ。お前たちの狼藉を知ってる。偉くなってお前たちのような化け物をこの世からなくしてやろうと思った。では我らに腹を切れとお命じなさるか。ここに来て僕は世の中の仕組みを理解したよ。戦が終わってただのならず者に過ぎなかったお前たちをまとめ上げ、農民は生かさず殺さず、町の人間には上見て暮らすな、下見て暮らせ。こんなことを決定させた先代は本当にすごいよ。まこと我らには繁栄のための使命を与えてください。民草には情報を断絶し、見えない力で統制を図られた。そこは僕も見習いたいと思う。と言われると。今まで通りさ。今まで通り村から米を召し上げてきてよ。我らを憎んでおいでだ。
憎いよ。でも都のためには必要だ。働いてもらうよ、頼もくん。仰せのままに。あいつらはもうじき死ぬ。神奈村を手本にした者たちがやっつけてくれるさ。野伏はみんなが幸せになるための生贄だよ。先代が言っていた、戦が憎いって。憎いから野伏を支配して復讐してやったって。都ではないでしょうか。都？菊千代様も聞いていたでしょう、野伏の大将の言葉。米も女も都が所望していると。野伏を従えたあの船こそ都に違いありません。あそこに早苗さんたちが。では先生は一体。ややは、ややはどうなりました？天主様に何とお詫びをすれば。天主様。お方様。どうしたの？困ったことになったよ。私たちがあんたたちの下女だなんて誰が決めたのよ。もちろん御天主様。これから奥御殿は私たちが住まう場所とします。じゃあ私たちは解放してもいいんじゃない？そうはいかなくてよ。私たちは御天主様のためにいつだって美しくあらねばならないの。世話係は必要よね。もうしばらく待って、お方様のお体が。そんなこと知らないわ。始めてくださる？はっ！処刑は暮れ六つと決まった。刻限までお主は刑場にて晒される。なれば武士として最後の頼み聞いてはくれまいか。申せ。モノノフとして散りたいと思うてな。晒すにせよこの身を清め、この手で腹を切ること。ならん。何故？身を清めることは認めよう。だがお主には一切の武器を持たせてはならぬとのお達しである。誰のお達しか？無論元王天主様だ。直死殺し、なんとまあ。なんだ？見えないです。おい、おっちゃま、なんて書いてあるですか？それはなんだ、子供に読んで聞かせるようなもんじゃねえ。そんな、先生が打ち首。なんだと？え？ん？あ、よう。おお、マサノジ。生きてたか、デクノボ。マサムネ殿、ご無沙汰を。どういうこと？なんでこんなことになってる？直死殺しの下手人どころか天主への人情沙汰とは。人情沙汰？何です？先生は失敗したんだ。やはり先生一人では無理だったんだ。お生まれを知らず、数々の無礼の段、お許しを。ああ、気にしなくていいよ。
僕も知らなかったんだから。恐悦至極、あなた様が先の勅使を亡き者とされたおかげにて、マロの地盤石に。父上。御前、盗み聞きはよくねえよ。マロは何も聞いておらぬ。何か用があった？ご機嫌伺いに参ったのじゃ。ご機嫌は最高。農民上がりが天主なんて楽しいじゃないか。大差配様が農民の訴訟を痛く気にかけておられたこと、何故かと思うておったが、そちが恐ろしゅうなってきた。大差配様のために御勅使殿を殺めたのか。ほら聞いてた。でもね、やったのはそいつだよ。ふん。この人が困ってたんだよ。勅使がこの人の地位を狙ってるって。だからね。御前をどうします？そうだね。まもなく高賀郷に到着いたします。ああ、もうそんな時間か。右京。僕は野伏と違って血も涙もある。商いを教えてくれた恩義には報いたいんだよね。父上、これからはお蔵番吟味方を頼むよ。もうすぐ式守人が来る。随分と切りなすったね。まあ侍なんだから当たり前か。こっちは生蔵もいいとこだし、打ち直さんとダメだな。出来上がるまで借りとくぜ。ほれ。皆を救い出す。おお、都に喧嘩を売ろうってのか。行かなきゃ武士やねえ。捨ておくことなどできん。お待ちください。なんだ。官兵衛様はみすみす処刑されるようなお方ではありません。だが現に女たちを救うと言ってこの始末。それはただむやみにことを起こしてお邪魔になっては。何もするなと。はい。何もしないのは武士として一生の恥だ。手を差し伸べれば官兵衛様の恥になるのでは。侍ならよ、しくじったら潔く死ぬもんだぜ。俺も勝の字も奴には腹立ててんな。あいつ助けて、あいつに男見せてやらねえとな。死ぬって人が握り飯なんか食えるわけないよね。いや、わしは米で雇われた男だ。米を食って仕事をしなくてはな。私たちを助けるなんて無理でしょ。どうかな。悪いね。君に恨みはない。むしろ君のおかげでこれからの僕がある。だから最後に手向けの言葉を言いたくてね。君は侍として死ぬんじゃない。腹を切れないなんて恥だよね。君たちの言い方なら負け戦か。わしの首を落とすまでは安心せぬ方が良いぞ。かわいいよね、負け惜しみだよ。
君の次は神奈村だよ、神戸くん。どうすんだい、勘弁さん。今度ばっかりは姉ちゃんの負けかもよ。おい、今なら勘弁助けられるんじゃねえのか。先生お一人を助けたところで事の成就にはならぬ。まずは女たちを助け出すことだ。おお、そうすれば奴に一泡吹かせてやれるからな。そなたの言うことはわかる。だがこれはやらねばならぬこと。私の気持ちもわかるな。はい。菊千代殿、都の中に入る算段を。式守人です。しばらくお待ちを。式守人とお見受けするが、その荷物どちらへ。おお、お前さんは以前来た客人ではないか。いかにも、岡本勝四郎と申す。我らはこれより御天主様ご就任祝いのため蓄電灯の献上に参る。やはりそうであったか。ああ、運が悪い人たちです。すまぬ、許せ。ケイラに問いただされたら追いはぎにやられたとでも言ってくれ。菊の字とっても無理すぎです。普通に用心棒に雇われた侍ってことでいいじゃねえか。俺様も式守人の格好してる方が疑われねえって。絶対勝の字にしちゃ悪だくみです。褒め言葉と思っておこう。おっ様もやりそうです、こういうこと。かもしれんな。姉様、何してるですか。私も参ります。お目付け役のつもりか。いいえ、お二人は早苗さんのお顔を知りません。私がいた方が。姉ちゃん、戦に余ってねえか。おら、姉様怖いかもです。二人は喋るな、話は私がする。分かってるって。中に入ったら俺と姉ちゃんは女たちを、勝の字は官兵衛に一直線だろ。止まれ。本日は御天主様ご就任祝いの蓄電灯献上に参りました。念のため改める。よるな。何故このようなものを身につけておると思う。それ以上近寄ると末代までの汚れを受けるがよいか。連絡は受けておりますゆえお通りを。ようこそ参られた。マロはこの度オクラ版吟味役を仰せつかったアヤマロ。その献上品米何俵に値するか吟味するゆえ。都の連中ってのはこんなに米を食うのか。これは否なことを、式の者ともあろう者が仕組みをご存じない。やかしやこの野郎。貴様。菊千代殿、なぜだ。いでえじゃねえかよ。なんだよこの米はよ。何者じゃそなたたちは。どういうことだ。俺
散々米をかっぱらっといて、ただ溜め込むだけか。これは蓄電灯を買うために必要なのだ。何？さればこそ農民には米を作らせ、それを式守人に与え、見返りに蓄電灯を買い受ける。これぞ都が編み出した繁栄のための仕組みなのじゃ。偉そうに抜かすな。だったらてめえらで米作れ。てめえらが遊んでる間に農民がどんだけ汗水垂らしてるか分かってんのか。米が返すのだ。なんざ、どいつもこいつも叩きってやら。よしセタも、仕組みを壊すな。俺様の知ったことか。やめろ、菊千代殿。うせえ。力士の女房を救い出すのではなかったか。何が仕組みだ、何が。我らは天主がさらった女たちを探している。居場所を知っているか。案内しろ。勝四郎様。菊千代殿を頼む。キララ殿、私は先生を。やあ、どうも。向川様だ。あいつが天主？世も末だね。騒がせた直使殺害の下手人にして、先代御天主様への人情に及んだ島田官兵衛をここで斬首獄門に処するために参ったものである。賊はこれにて滅ぶ。神草よ、安心召されよ。先代御天主様は顔を隠すのか。わしの首が切れんか。それはためにここに参ったのだ。よいか、ここだぞ。外すなよ。